どうも、コウズです。今回ですけども、5月6日、場所はね、今埼玉スタジアムの近くに来ておりますが、今日はね、マリノス対浦和レッズの試合を見に来てます。すごい働く車のやつのサイレンがすごい、というわけで、まあ、僕は非常にね、サイスタとか大宮とか近いんですよ。国立とかなので、今日はこちらにね、来ました。次ね、アルビレックスは浦和と戦うということで、その偵察も兼ねて、ちょっと行きたいと。なんならこれ浦和とマリノスってその次の対戦相手とその次の次の対戦相手だから、これ一挙両得なのよ。これ見たらその次とその次のプレビューがすぐ作れるっていうのも兼ねて、まあいい対戦カードですよね。浦和とマリノス見に来ました。というわけで、まあ埼玉スタジアム現地観戦記という形でやっていきたいんですけれども、まあ、スタグルだったり、グッズだったりイベントだったり、まあ、スタジアムの内部の様子、まあ、もろもろね、いつも通りお届けできればなと思いますので、ぜひ最後まで見ていただければなというふうに思います。あれかな、今年俺初めてかな、サイスタ君の。いやでも本当にいいスタジアムですよね。センスタで6万人入るけど見やすいっていう、すごくいいスタジアム。そう、結構個人的には好きなスタジアムの一つですね。で、今日はやっぱり浦和とマリノスということで、やっぱり結構人も多そうですね。ゴールデンウィーク最終日でもあって、ちょうどね、今アルビレックスの試合の試合後感想を生配信した後に再スタに移動というようなところです。浦和はね、なかなか調子が上がらない。監督が変わってから、ヘグモさんになってからで、これ前節負けてるので、まあ、ここでも負けたら、ね、ワンチャン監督会に回るんじゃないかみたいな試合ですけど、まあ、そこも含めて今注目ですね。
というわけで試合終わりまして、今ね浦和美園の駅に向かってる最中ですけども、2対1で結果としては浦和が勝ちまして、マリノスもね最後の方1点返したんですけど、伊藤敦樹選手に2ゴールということで、でもこれはね分かりました。やっぱグスタフソンかなりキーマンですね、浦和にとって。そうやっぱそのアンカーというかボランチの位置にいるグスタフソン選手がいろいろそのボールを供給役としてかなり機能しているので、そこを抑えられるか抑えられないかで多分浦和が思うように試合できるかできないか変わってくるみたいな、そんな感じを見受けたんで、うん、やっぱそれっすね。どっちかっていうとなんか組織的に攻撃してるのはマリノスの方で、なんか個人技みたいなのはなんか列っていう印象があったんで、その出しどころさえ抑えてしまえばという風な印象でした。はい、マリノスは完全にその ACL 見据えて2軍というか大幅なターンオーバーしてきたんで、ちょっとあれで参考になるかって言ったらちょっと微妙ですけど、でもそのターンオーバー組とはいえなんかやる気に満ち溢れてた感はあったんですけど、結果じゃなくて残念でしたけどね。そんな感じ。はい、非常に楽しいサッカー観戦記でした。いかがだったでしょうか。ぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。